どうも、ワイズプランニングの山本です。フィットのハイブリッド、新しいね、新型フィットの EHEV って言っちゃいけないんだね、 EHEV っていうハイブリッドのホームっていうちょっと高めのグレードに乗ってます。さっき 1.3 リッターガソリンのネスっていうグレードにも乗させていただいたんですけど、なんか新型フィットのコンセプト、グランドコンセプトっていうか、こう分かりやすくこうどんな車にしようかっていうコンセプトとして、心地いい車にしようっていう狙いがあったそうです。で、その心地よさっていう観点で見ると、新型フィットに関して、まあ大きくガソリン 1.3 リッターガソリンと 1.5 リッターハイブリッドってあるんですけど、ガソリン 1.3 リッターガソリンの方が心地いいですね。心地いいっていう言葉の理解っていうのがすごく難しくて、僕自身、自分自身の心地いいっていうと、やっぱりこうまったりした感じとか、こうマイルドな感じとかを想像しちゃうんですね。イメージしちゃうんですね。そうすると 1.3 リッターの方が心地いい車に仕上がってるって感じます。逆にこのハイブリッドはどうな車なのかっていうと、心地よくないのかっていうと、心地いいっていうよりはもっとね、キレがあるんですよ。心地いいって聞くとちょっとこうね、ふわふわした感じみたいなの想像するじゃないですか。こっちはね、キレがあって、どっちかっていうとね、気持ちいいっていう感じ、気持ちいいんですね。とっても、そんな車です。そんな風に思います。